Your radio station. FM Naha. ナハの夜をエスコート。ナハキン。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、暑いですね吉田マネージャー。暑い？暑くない？まあぼちぼちやね。ね、うん、こんな中ですね、はい、今週のツイッター見た？あのナハキンの、え、なんかあった？はいはいはい、あのね、クルーズ船っていうのが、はいはい、よく来てるんですよ。ああ来てるね。はいはいはい、来てますね。はい、クルーズ船というのがよく来てまして。あれ？はいはい、ね、まあ大体大きいなとかね、まあ、うん、ビルの大体3階とか4階とか5階とか6階だけぐらいはあるんですよ。いやでかいよあれ。ね、でかいでしょクルーズ船ね。で今まではでかいだけだったじゃないですか。うん、でかいだけだったから ね、 ね、これ僕のツイッター見ていただいたり、はい、与那覇智明さんで、はい、Facebook 見ていただければ分かるんですけど、はいはい、ね、まあ船の側面に、うん、I love 那覇とかね、はい、うん、あと、まあ、いろんなメッセージが、うん、イルミネーションで流れるよう な、 そ、 うだ、ね、そんなクルーズ船が来てるんですよ。びっくりしましたね、うん、びっくりしましたね、うん、で僕今回初めて見たんですけど、はい、調べてみたら、はいはい、香港から来ていて。あ、香港なのあれは、うん、で香港、宮古、はい、那覇と、あとまたちょっとタイの方かな、わかんないけど、あっち南行っちゃうの。はいはい、はい、でぐるっと回ってまた香港着いて、ぐるっと回ってまた、で名前が、はい、ゲントゥインドリーム号。ゲントゥイン、ゲントゥインなんですよ。ゲントゥイン、うん、ゲントゥインなんですよ。そうなんですか。でだからどういう意味か、まあ、中国語で何かしらの意味があるのか、はい、わかんないんですけど、ゲントゥインですよ。ああそうですか、ね、みんなで言いましょうね、はい、ゲントゥインで、ゲントゥインですよ、はい、でだから、まあ、この船が入るときは今回はね、うん、那覇港っていうか波の上の近くじゃなくて、そう、波の上じゃないんですよ。え、違うのあれ。そうそうそう、違うんですよ。おっしょ、あれ泊まり寄り、僕が車をよく取りに行く、うん、アジャ港の方。あ、そうなの。そう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 、倉庫街のところ。倉庫街ね、寂しいところについてまして、はいはい、あ、市場のあるところね。そうそうそう、ね、そう、市場のもうちょっと多くなんですけど、はい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 、ね、ハーリーとかやるところのちょっと先なんですけど、はい、ね、うん、そこのところで見てると、はい、もう何もないところにネオンギラギラですよ。そうだね、あそこなんもないもんね。なんもない、うん、夜怖いもんね。すごいところにね、うん、ついてんなと思いましたね。そうですか、あんなところにも着くのね、ご飯客船ね。あんなとこ着きますよ。だからね、まあ、来た時には、ええ、もう全然デートスポットにもなるでしょうし、あれを見にね、あれを見にね、けどあれがいつ来るか分かんないもんね、これね。いやいやいや、分かんのこれ、定期的に、うん、来てるらしいんで。あ、そうなの。就航日、うん、調べればゲンティン、ゲンティン香港とかで調べると出るらしいです、はい、なるほど、ティンね、ゲンティンね、はい、OK です。それとね、あとね、今週はね、ええ、まあ、いろんなところに出まくってますけど、なんでしょう、プリンセスプリンセスの、奥井香織さんって前は言ってて、今岸谷香織さん、ね、五郎さんの、ね、嫁さんですからね、五郎さんの嫁さんですよね、はい、がね、FM 那覇にも、ああ来てたらしいですね。あなたが座ってるその席に、はい、座ってらっしゃいましたよ。そうですか、私 ね、 ね、もうね、無我夢中で仕事してて全然分かんなくて、でちょこっとね、その後に Facebook でミムちゃんのね、あそこミムちゃんのやつを見たら、うん、来てました、来てますって言って、1時から1時半か、それぐらいって言ってたので、ですよね、気づいた時3時だったからね、もうね、うん、無理、もういないよ。そうで、今日の朝は今日の朝で、うん、10時じゃまで待てないっていうね、はいはいはい、ね、お姉さんたちの日がありまして、はいはい、泉さんのそれにまで出てらっしゃる、はい、あ、そうだったの。そこまでいらっしゃるって。あららら、そうでしたか。いろんなところで、お、ね、岸谷さんたら、けど今度7月にあるんでしょ、コンサートね、うん、ソロなんですよ、ソロでね、うん、ね、プリプリじゃないんですよね。いや、いいじゃないですか、ちょっとバックが変わってもね、そうそう、 M とか聞きたいよね。はい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 、ね、ね、奥井さんのぬくもりまだ感じるでしょ。感じる、分かるかよな。そこはさっき江森さんが座ってた席じゃん。あ、そうなの。誰でもいいよ。誰でもいいよ、ね、まあ、そんな感じで高田さんからもね、メッセージいただいてますよ、はい、お願いしますね、今日もよろしくお願いしますね、はい、はい、じゃあそんな感じでいきましょう、はい、はい、みんな大好き告知のコーナー、ー、はいはい、よよよよ、パチ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 、ありがとうございます、はいはいはい、
随所告知でございますね。はいはい、告知でございますよ。先週ねちょっとね、うん、言ってみたんですけどね、うん、決まりました。何が？食べ放題、2ヶ月ぶりの。おー、2ヶ月ぶりの食べ放題。そうです、お待たせしました皆様ね、はいはい、今回5月ですか、はい、ね、やりますよまた、はい、しかも今回、はい、29日じゃありません。はい、肉の日じゃないの？ないです。あ、間違えそうだね、みんな。そうなんです、間違えないでくださいね、これね、はいはい、先月やってなかったんで、その分も恩返しということでですね、はいはい、恩返し30、31と、はい、2days でございます。 2days、 30、31日、はい、はい、これ午後5時からですね、 2days やりますんでね、17時から、これ水曜日、木曜日かな、水木、そうですね。なんで、ね、肉の日やらないかって言ったら、はいはい、肉の日にですね、いっぱいちょっと予約入ってて無理っていう感じで、そういう裏事情がありましてですね、はい、断念しました。でその代わり2日やります、うん、でお値段の方もね、はい、いつも通り変わらずやりますよということで、はい、たくさん食べてください。男性90分2900円税込み、はいはい、そして女性はなんと1900円税込みでございます、はい、男性が10人できたら29,000円、うん、そうだね、かける10だねこれね、うん、正解、はい、正解、はい、そしてですね、うん、飲み放題、飲み放題、ね、飲みたいよね、うん、90分ね、はい、ビールが美味しい季節です。1000円です、たったの。奥さん1000円ですよ。90分飲んで、そうです、歌って歌はできない、はい、その時にモアイ組んでもらっても構いませんよ、もう、はい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 、ね、大丈夫です奥様、はい、そういうのでですね、もうね、カップルで来ても2人で来てね、はい、飲んで食って90分も安くなりますんでね、よろしくお願いします。よろしゅうに、はい、はいはい、まあそんなとこかな、そんなとこでございますか、うん、ねえ、そんな感じでね、だけどね、これ安いですよね、はいはい、2900円で ね、 そうですね、食べ放題でね。いや今回ね、食べ放題の中にね、はい、ちょっとね、はいはい、前言われたのよ、2ヶ月前にね、はい、はいはい、なんて言われました、なんでしょう、マルチョウとかシマチョウとかはないんですかって。そうなのよ、ちょっと入れようかって、ね、ちょっとパワーアップさせようぜということですね、今回入れます、はい、おお、はい、ですからちょっと違いますよ今までとはね、バリエーションが増えますんで、これそうですよ、タクラさんからね、まあタカラさんだと思うんですけどね、はい、奥さん安いですわよと。そうよ、安いですよ、来てよ奥さん、女性は1900円で、そうよ、ね、お腹いっぱいまで食べきれますよ、飲んで食べて2900円でいけるわよ、ね、だってこれあれですよね、はいはい、例えばあの那覇とかね、いろんなとこで食べ放題の、うん、見ますよね、いますよ、ありますよね、はいはい、そういうとこ見てて、うん、ね、男性も女性も2480円とか2680円の税とかね、はい、あと小学生無料とかね、はい、そんな風になってるけど、うん、女性はいくらってねしてるとこないじゃないですか。そうですね、うん、そこら辺が味噌なんですよ、食べ放題 ね、 ですよね、あんま女性食べれないじゃないですか。ですよ、そこでね、利益回収するお店があるんですが、はいはい、私たち正直者でございますので、ね、そういうことしません。もう狙い目ですわよ、はい、はいはい、狙ってください、よろしくお願いします。ね、もう一回日付言いましょう、はい、5月のですね、はい、30、31日、水曜日、木曜日ですね、はい、場所は、はい、これ FM 那覇のですね、はい、沖江通りのスタジオの隣でございます、はいはいはい、もう目の前でございますね、三重橋駅の、なんつったらいい、純駆動消防の斜め前、そうですね、はいはいはい、純駆動に行こうかなと10歩20歩歩いて、左見たらあります、 FM 那覇、はい、見えてますからね、そうですね、うん、FM 那覇って大きく書いてるところの、下にお肉屋さんありますんで、あります、ね、隣にホルモン人ありますけど、こっちじゃないですからね、はい、こっちじゃないですからね、はい、間違いないように食べ放題にしてくれるのかとないです、言っちゃダメです、はい、って言われますからね、はい、そんな感じで告知のコーナーでした、ありがとうございます、はい、そして行きましょう、はい、オリックス追いかけろのコーナー、よー来たー、オリックスバファローズ、はいはいはい、はいね、野球に興味ないわよと言って、うん、チャンネル変えないようにガチャガチャって、はいはいはい、いやそれそういう時代じゃないから ね、 ね、大丈夫大丈夫、ね、先週の金曜日から、うん、ね、オリックスさん追いかけてますと、はい、ね、先週の金曜日楽天戦ですよ、はい、3連戦、はいはいはい、ね、ありましたね、はいはい、確かあったような、うん、ありましたありました、うん、ね、楽天って今最下位のチームですわ、あ、そう、弱いとこだね、はいはい、弱いとこだね、はい、そこここには3連戦で 何勝できたのかな、はい、あったそんな試合何それ、オリックスさんね、最下位の楽天に対して、うん、何、まあ、1点も取れない日もあったり、はい、ね、こうやってね、完封っていうんだよ、はい、完封ね、うんうん、そうそうそう、完封されたという、うん、あったねそういう思い出もあった、本当弱いのかと強いのかと分からんね、うん、
オリックス。いや強かったら4位とかいないよ。ね、弱いんだから、これがまた ね、90年代で阪神と同じよ、もう。頑張れ頑張れって、ね、なってね、なるのよ。最下位のチームにね、あの3連敗ですよ。けどね、うん、最下位じゃないロッテ5位には2連勝してますから。うん、はい。そこは強く言わせてください。2試合ね、その後にロッテですよ、はい、我が千葉ロッテマリーンズとの2試合ありまして、吉田 VS 与那覇ですよ、ね、はい、ね、僕千葉出身ですからね、はい、そうしたらですね、昨日、まあ、僕8回ぐらいからちょっと見れたんですよ、うん、見ました、うん、はい、そうしたら8回ぐらいから見てたら、はい、まあ、ロッテ負けてました、最初ね、うん、負けてましたよ ね、うん、負けたね。そうしたら、ね、オリックスの投手が、うん、ね、誰だった昨日は、山本くん、あ、山本くんだった、人よ、あの人、ね、すぐ150キロ超えんのよ、155ぐらい出すのよ、ね、ワイルドピッチで、うん、ロッテが同点になって、うん、ロッテと同点になって、なったね、で勝ってたんですよ、うん、ね、僕が見た時、あ、なんだよロッテ負けてんのかよと、ね、うん、そこのところで、ね、ワイルドピッチで、うん、ね、最近多いですよね、先週もなんかワイルドピッチで、あ、日ハムね、そう日ハム戦でね、最後ね、そうそうそう、あったね、ね、ありましたね、うん、うん、でワイルドピッチで同点になり、うん、ね、それから9回ですよ、9回、ね、9回表は、オリックスの攻撃ですよね、ね、うん、そこのところできっちりね、ロッテが抑えるだろうと、うん、思ってましたわ。思ってたの。あ、思ってました。甘いな。うちには切り札の小田くんがいますからね。ねえ。守備型でダイソーだけどね、いつも。ねえ、そこのね、9回のね、表で1点入れりゃいいじゃないですか。うん、1点入れてね、それでまあ様子を見ときゃ。何言ってんですか。ね、いいところを3点も入れやがって。いや。それはね、9回に裏で、ね、だったら1点でいいよ、うんうんうん、9回表だったらどうなるか分かんないからね、野球分かんないからちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ね、普通、ね、野球の試合って9回まであるんですね、うん、攻めと、ね、あの守りがね、はい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 、ね、そこのところで9回もう終わりですよ、うん、終わりですね、ね、終わり、ね、引き分けの状態で、うん、劇的です ね、うん、引き分けの状態、8回引き分けの状態で、ね、うんうんうん、今度9回入りました、はい、ね、そこで1点ぐらい入れて、のは様子見てりゃいいじゃないですか。何言ってんすか。3点差だったらですね、はい、最後セーブがつくんですよ、セーブポイントが、はいはい、つきますね、増井くんに、はい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 、ね、それはいい感じでね、点取ってくれたよ、うん、ね、本当にね、なんだかなですよ、ピッチャーをね変えたり、いろんなね、うん、ロッテもね、あの試行錯誤しましたよ、まあね、頑張りましたよ、右対右、左対左みたいでね、そうそうそう、やってるやつ、見た、うん、見た見た、プロ野球ニュース、あー YouTube で見た俺、あ、見ました、うん、ね、その状態でですよ、うん、ね、何をしてくれたかというと、うん、ね、9回の表に3点も入れやがって、うん、ね、挙句、ね、そこから、ね、反撃のロッテですよ、はい、ね、9回裏ね、あ、うん、手入れられなくて、それで試合終わり、まあそれはまあよくあることじゃないですか。いや、勝負的にはさ、1点ぐらいでさ、ね、そこでロッテが返して、うん、ね、10回11回って繋いでいった方が面白いじゃん。それはロッテファンでしょ。ロッテファンとしては、もちろん、ま、バファローズファンは、はい、終了、何言ってんの、はい、ゾゾタウンでやってんだから、ゾゾタウンね、マリンスタジオでやってんですから、うん、まあね、ね、そんなことをしてくれましたよ。いや、それはもうね、はいはい、うちらね、このバファローズ VS ロッテ、ね、うん、吉田 VS 与那覇がどちらが3位まで食い込むかっていうね、はいはい、このガチンコ勝負ですからね。ですよね。ねえ、あ、クライマックスなんとかって、ね、出ないといけないでしょ、最後ね。で、これで、まああれですよ、今日はオリックスは試合ないんですね。ないない、今日はね、お休み、移動日。ね、試合数がね、オリックスだけはね、40試合ぐらいやってるんですよね。そうだね、そう、負け込んでるけど ね、うん、負けも今のところ勝率、まあその辺ね、まあ興味ない人っていうのもね、いるんでしょうけど、一応言っておきます、18勝21敗1分け、はい、うん、ちょっと負けだね、これね、はいはいはい、うん、まあそのやったらね、あと3連勝ぐらいして、うん、日ハムがまあ3連敗したら、くるっと変わるから、うん、なるほど、くるっと、なるほど、ね、そこら辺をちょっとね、期待してますね、はい、私はね、はい、もう梅雨時入りますけど、そこからねバファロー強くなりますから、なりますよね、誰かちょっとね、まあ、悪いことですけど怪我してくれないかなって感じはね、怪我しなくていいんですけど、そう、まあだけどね、僕見てると、あの昨日のゲームで何が良かったかって言ったら、まあ、8回9回ぐらいしかゆっくりは見てないんだけど、ちゃんと塁に出れるようになって、ちゃんとなんか、うん、あの打線をきちんと回せるように、そうなのよ、打率がね、打率ね、本当オリックス悪いからね、はい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 、けどね、長打がないよね、長打ない、昨日ホームランなしなしなし、うん、けどね、よく見たらね、15安打打ってんのよ、はい、昨日はね、そうそうそう、はいはい、それでもってロッテ6安打ね、はいはいはい、うん、それで
あのなんでか知らんけどこの8回までもつれてるっていうね、はい、同点近くとかねそう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 、いやこれって 15アンダーしといて、うん、ちょっと残塁多くねっていうねそうそう、だから捨ててるね、あの走者が多いわけですよ、そうそう、最後の一発が決められないっていうね、点入らせるね、まあ長打がないしね、そうヒットじゃ点は入らないから、そうそうなんですよ、そうですよ、ね、この連打がないとね、うん、その一発のないところがちょっと露呈してるねこれ ね、 ね、 本当ね、バファローズさんはね、あでこれから明日からがライオンズ戦ですよね、うん、ライオンズ1位ね、うん、1位のライオンズと3連戦、うん、はいはいはい、うんね、オリックスさんはね、はい、あまあ3連敗でしょうと、何言ってるんですか金子、西、ディクソンっているんですよはいはい、はい、もう勝ちでしょこれは、いや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 、行くでしょこれはもう3本柱ぶつけるよこれ、まあ、いやいや天下のセーブですよ、天下まだ天下取ってないから、いや取るから取るから、天下の途中だからまだね、いやいやいや、ここからガーン落ちるってことがあるんだからね、ね、あのなんちゅうのこの阪神とかはね、はいはい、いつもね、うん、前半戦いいじゃないですか、うん、はいはい、けど秋口になると落ちるっていうチーム、はいはい、もうこれがもうチームカラーやからね、はいはい、だからそこら辺が西武まだはね、うん、なんちゅうの幅がね、うん、選手層がまだ厚いってわけじゃないから、一回誰かがこけるとストーンと落ちる、うん、あとソフトバンクとかもね、あソフトバンクはね選手層がもう二軍も強いから、ね、そうなんでこいつ二軍おんのっていう感じの、だからここのところでね勝ち進んでいくのが難しくなると思うよ、そういやこれね後半戦になってきたらね絶対ソフトバンク優位になってくると思うんだよね、ですよね、うん、もう分かるもんね見ててね、分かる分かる、海外いっぱいいるもん、そう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 、うん、そこら辺がね二軍とかのねこの施設の差がある、はいはいはい、うん、ですよね、福岡のね、あのソフトバンクなんかあの福岡の南の方にですね、はい、2軍専用の球場があるんですよ、うん、まあ、どこにもあるじゃないですか、あ、あるある、だってけどね、日ハムなんか鎌ヶ谷にあるから、あるある、うん、けどね室内練習場とかも全部揃って寮もその近くにあって移動なしで、はいはい、ね、2軍の選手暮らして、はい、栄養士とかもついてるのよ、あ2軍でね、あ、うん、軍ですごいよ大したもんやね、うん、これはねもう12球団1かな、あ、これ施設は2軍の施設はね、うん、まあちょっと楽しみですね、楽しみです、はい、まあ今週も、はい、今週もっていうかね、これからの、ね、まあ、オリックスにもロッテにも来たいと、ロッテにも、まあ、オリックス追いかけろもう、ね、まあいい、じゃあ次行きましょうはい、自動車税払いましたか、なんだそれ自動車税の話かよって、変わったね、もうね、話、うん、もうね、あの沖縄県がやってるのかなって思うじゃないですか、はいはい、まあ、沖縄県のスポンサーついてません、ついてないね、これ、はいはいはい、これ、なんでかっていうと、トモさんが車屋さんだからです、あ、気をつけろよってことね、気をつけろよと、ね、うん、皆さん自動車税払いましたか、自動車持ってますか、これ自動車税いつ払うのこれ、うん、ね、5月のね31日まで、あ、までなの、はいはい、ほうほうほう、もう納付書はねそろそろ皆さんの手元に来てて、はいはいはい、僕トータルで、軽自動車とか、はい、まあ大きい車とか、うん、いろいろ持ってて、モデル11万ぐらい払ってます、金持ちですねいやいやいや、で昨日やっと浦添市から、はい、うん、オートバイの納付書も来て、あ、オートバイね、はいはい、まあ125万、うん、はいはい、それも払いましたね、あ、はいはい、2000円いくら、安いね、これはね、うん、でね、これね、払った人が払いましたね、はい、払ったの、大光子さん払ったんですよ、払ったんだ、はいはい、大光子さん、はいはい、田倉さんはどうですか、車持ってないですか、分かんないですけどね、うん、ね、それで、例えばですけど自動車ってね、うん、だいたい 2000cc クラスになって、あ、いいところだねこれ ね、いいところですよね、だいたい3万9500円っていうのがね、うん、だいたい4万円ぐらい、はいはいはい、ね、ちょっと大きいなと思うじゃないですか、うん、ね、それで、あ、払えないやと、うん、今4万持ってないやと、うん、ね、いう人いるじゃないですか、そうです ね、 ね、どうすればいいかって言ったら、はい、ね、その納付書に書いてる電話番号に電話してみてください、はい、電話したらなんかな、ね、電話して今ね2万円しかないんだけどとか、はい、1万円しかないんだけどとか、はい、ね、あるじゃないですか、まあ今月ピンチなのっていうね今月ピンチなのって、ね、分割してくれて、うん、で分割してくれるんですよ、あ、してくれるのこれ、そう、分納できるんですよ、そうなの、そうそうそう、利息つかないとか、ああ、田倉さんはね車なくてと、あ、そうですか、そうで、おみつこさんは払ったと、ね、払った、はいはいはい、ね、おお、だからこれね分納してくれますんで、うん、ね、何が大切かっていうと、はいはい、ね、例えば元金が3万9500円だとするじゃないですか、はい、払わなくちゃいけないのが3万9500円、はい、払わないね、で今月1万払います、うん、来月1万払います、はい、ね、でその次の月にまた1万払います、はい、やっていくと、ね、滞納金がつかない、はー、滞納、そう、
あの3万9500円に対して、はい、8月から9月ぐらいになったら、はい、いくらかずつ利子というか滞納税っていうのがついてくるんですよ。そうなんだ、追い打ちだねこれはね。そう、今払えないからさってやってるじゃないですか。すごいね、これ。そうしたら、ね、滞納、はい、あこの人ね税金から逃げてるやって、はいはいね、毎月のように、はい、今度ねピンクの封筒とか真っ赤な封筒とかで、ね、あの輪止めしますよと車差し押さえますよみたいなね、そういうような手紙が来ちゃうんですよ。マジですか。マジですよ、ね、そんな風になる前に招集令状みたいですね。そう、私は払う気はあるんですけど、はい、今お金が少ないんですよと言って、あなんか事情ね、一万円でも払う、説明すれば、そう事情説明すれば、あれですよ、全然分納で、対応してくれますんでね。そうだね、これはね払うもんは払っとかないとね、やっぱね怖いよねこれね。はいはいはい。滞納していくらぐらいくるのかな。けどそんなにあれでしょ、2,000、3,000、10月とか11月になったら、それでもね、1,000円までいかないけど、まあそこそこあの一食ご飯食べられるぐらいついてきますよ。あらごちそうさまです。それはね、そうなんですけど、はい、それとあとね、ええもうねあの車検が6月までだからとか、はい、8月までだからとか、でねあの抹消しちゃいたいと、抹消しますよと、はいはいねそれで 全額払うのもったいないなって人いるじゃないですか、ああそうだ5月に払っといてまた抹消って言ったら、そうもう過ぎちゃった時ね、そう、うん、ねもったいないじゃないですか、ね、軽自動車は月割りないんですけど、はい、あ軽は安いもんね、軽はね7,000いくらだからね、軽はね、軽はないんですけど、ね、あの普通自動車 2000cc クラスで39,500円だと、あ高いよね、1ヶ月あたり、はい1ヶ月あたりが3000いくらになるわけですよ、順位で割るとね、順位で割るとそれぐらいになるんで、そうした時には、6月までの分で、ね、1回払っておけば返ってくるし、それかもしくは、じゃあ5月の末で抹消しますよと、ね、それで抹消しましたよと、はい、なったらその時にあの近くに県税事務所あるんで、はい、県税事務所行ってください。県税事務所、はい、県税事務所というのがありますよ。初めて聞きましたねこれね、はいはい、ありますね、はい、県税事務所というところに行ってください、はい、そうしたら、ねまあ、4月分、5月分、5月分、ね5月で抹消してるんだったら、はい、その2ヶ月分で、ね、それであとはいいですよと、払わなくていいですよと。おなるほど、帰ってきちゃう、ね、そういう帰ってくるっていうか、ね、もうその分だけで、6000円ぐらいで6000円ちょっとで終わると。なるほど、いいですね。そういうふうになってますんで、さすが車屋、まずはね、まあ税金に関しては、ほったらかしにしない、これが大切、結構そうですね、これ雪だるま方式なんて嫌ですもんね。大変なんですよ。それでね、あと軽自動車ね、もう抹消する予定だったんだけど、ね、とりあえず、ナンバーついてるし、車検残ってるしね、はいはいはい、税金も来ちゃったやと。来ちゃったよと。来ちゃったよと、ね。どうするよと。どうすると。そういう人には、ね、いい方法あります。何でしょう、これは裏技、これは、まあ、車屋さんは大体分かってると思いますけど、はい、そのいらなくなる軽自動車を、ね、陸運局の近くに、宅流金属ってありますから、はい、そういうところ鉄くずのスクラップに出しちゃってください。お、はい、そうしたら力攻めですね、これは、はいはい、ね、そうしたら今で大体2万円ぐらいはくれますんで、鉄くず、鉄くず上がってますんで、はい、ね、それでそのお金で税金払ってください、ちゃんと。あ、それ、ね、もうこれ帳消しね、もうね、そう、もうそれで帳消しというか、ね、きちんと払っとかないと、また来ますと。そうですね、いらなくなったから言ってね、ほったらかしてたら、はい、税金だけはやってくると。来ます来ます、もう税金だけ来ます。で、税金はずっと、5年間かな、定期的な、請求のやつなんで、はい、5年間は、追いかけられますんで。追いかけられる、はい、怖いな、逃げるかもこれ。どうする、もう払うか。5年間で、まあ、時効にはなるんですけど、はいはいはい、ね、5年間はずっと差し押さえしますよとか、はい、ね、いろんなハガキとか手紙が来ますから。はい、はい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 、ね、車自分の所持者でしょこれ。そうですよ、それでなんか、ね、追いかけるって嫌だよね、これ ね、そういうことを言われてね、ずっとそんなのが来ちゃいますんで、これはちょっとね、皆さん払うべしですね、これ ね、 ですね。だからね、もう本当にね、大変な人は、大変な人、大変だという人は、ぜひ電話してくださいと。そうですね、で、田倉さんからね、随所さんは良いお肉を自信持って提供してるんで、なんだこれは、ちょっと待って待って、
安い良心的な金額とありがとうございます。行き場先になってますが一度は必ず行きますと、ね、30、31日車から友達のところで手続きすればそうですね、僕のところで手続きしてください、はい、僕のところで何だったら買ってください。いいです ね、うん、そんな感じでございますよ。はいね、まあとりあえず、はい、ね、もう暑くなりましたんで、暑くなりましたね、脱水症状とか気をつけて、はい、で今日空梅雨ってね、うん、なかなかね沖縄雨降りません、降らないねこれ ね、そうなんで、大変なことですよ、うん、まあ嬉しいことですけど、けど夏場本番になったら怖いんじゃないこれね、そう水不足とかありますんでね、うん、そういう風になってきますんでね、うん、まあみんなで雨乞いをしてみましょうかなんでやそんな感じでね、はい、今日もね、最後まで聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。もう、はい、本当ね。あとはね、ホロ酔いですか。ホロ酔いさん、アハゴンさんですよ。はい、アハゴンさんのところにね、魂さんとかね、ああ言っちゃいけないのかな、はい、分かんないけどね、まあ来てるような感じがしましたよ。ね、はい、はい、はい、今日のお相手は、はい、随所マネージャー吉田と、はい、トモさんでした。どうもありがとうございます。またねー。